サーヴァント、ランサー。冥界の女主人エルシキガル、召喚に応じ参上したわ。一個人に力を貸すのは不本意だけど、呼ばれた以上は助けてあげる。感謝なさい。私、立派な女神なんですけど。神は言っている。ここ好き。エレシュキガルは、メソポタミア神話などの中東系神話における冥界の女神。日本神話のイザナミ、ギリシア神話のハーデイス、みたいなものかな。イラク、バービル県のクタに設けられたエレちゃんの神殿は、大いなる町の家と呼ばれ、人々は疫病に見舞われないよう彼女に祈りを捧げていたという。天空神アヌの娘なんだけど、自国である冥界に神々を迎えなかったせいで、他の神様たちから嫌われているよ。自分の国に人を呼ばないくせして、地上に病気をばらまいて死人を食べているわけだから、地上の神様たちとしては、面白くないんだろうね。でたー、他人の家には行くけど自分の家には来させないやつー。そんなエレちゃんにはイシュタルという、ノリと勢いで山を破壊する、妹がいるよ。エレちゃんは冥界の女神なんだけど、イシュタルとかなり仲が悪いよ。イシュタルの冥界下り、というお話では、冥界にやってきたイシュタル。冥界の女神エレちゃんは、イシュタルが大嫌いなので、腹を立てた。そして、イシュタルは、綺麗な着物を着てはならない、などの冥界における禁忌を犯してしまい、門をくぐるたび、身につけているものを剥ぎ取られた。やっと、エレちゃんの元にたどり着いた時には、天羅というエロ本的な展開になったよ。さらに、エレちゃんに邪気をぶっかけられ、地上に戻れなくなってしまう。イシュタルが戻れなくなったせいで、地上が不毛の地になってしまう。一応、豊穣と性愛の女神でもあるからね。これを知った水と知識の神延期、エア、ハ、無常人間アスシュナミルを作って、生命の水、を持たせ、冥界へ送り込んだ。この、生命の水、でイシュタルは復活し、地上へ帰還したのだった。イナンナの冥界下り、という話では大体の流れは、同じだけど、最後がちょっと違うよ。イシュタルは自分の身代わりに、夫のブムジを冥界に留まらせるという無慈悲な行為をしているよ。理由は、自分が死んだのに喪に服していなかった、からだそうな。最終的に、ブムジは自身の姉妹と半年ずつ交互に、冥界へ泊まらなければならなくなったそうな。哀れブムジさん。でも、イシュタルと結婚したあなたが悪いのよ。そもそも、イシュタルはなんで冥界に来たんだぜ？イシュタルの冥界下り、だと、冥界の番人となっていた夫のブムジを追うため。イナンナの冥界下り、では、冥界を自分の領土にするため。だよ。そういや、エレちゃんにも夫がいるのか？うん、いるよ。冥界の女神が奥さんだと、いろいろと大変そうだな。って、思うじゃん？エレちゃんは冥界の女神であり、妹のイシュタル同様に。性格が、うん。悪いよ。死人を食べるために、地上に60種類の病気をばらまいたりしているよ。まあ、でも、冥界では、食べ物が粘土や埃で、光が届かないので暗く乾燥していて。しかも、エレちゃんは外へ出ることが許されていないから。性格がひん曲がるのも仕方ないかもね。ちなみに、地上との交渉は冥界首相、ナムタル、が行うよ。さて、エレちゃんには、妹のイシュタルですら歯が立たなかったけど。ここに一人、エレちゃんを屈服させた神様がいた。その神の名は、ネルガル、太陽、戦争、疫病などを司る神。ある時、ナムタルが地上を訪れた。その時ネルガルは、わざわざ地上までやってきたナムタルを、そりゃあもう激しく侮辱。冥界と地上に緊張が走る。知識の神延期、エア、ハ、この問題を解決するため、ネルガルを冥界へ送った。まあ、ちゃんと上の人に謝りに行ってきなさい、ってことだろうね。
そして、冥界へやってきたネルガルだったが、水浴びをするエレちゃんに興奮してしまう。あれ？冥界に水なんてあんの？それともマグマとかで水浴びしてたの？まあ、いいや。ともかく、エレちゃんに興奮してしまったネルガル。なんと彼は6日間にわたって、エレちゃんと性行為を行うのである。マジかよ、自殺行為。ちなみに、エルキブはシャムハトという女性と6番なのかも性行為しているよ。いやー、古代の中東は愛が激しいねー。ネルガルは、7日目の朝になると、冥界との友好はこれでオッケーだろう、と思ったようで地上へ帰ってしまうよ。一方、エレちゃんは、なんとネルガルに一目惚れしてしまう。ほぼ強引に性行為したのに惚れるってどういうことや、すごいお姉ちゃんだねー、シュタルちゃん。まあ、そんなわけで、エレちゃんは天空神アムなどに、ネルガルを冥界に戻してくれるようにお願いするよ。私は幼い頃から、少女のように遊び、子供らしくふざけることを知りませんでした。もう一度、ネルガルと恋人として夜を過ごさせてください。冥界の女神にも優しい少女としての一面があった。と思っていたのか。次にエレちゃんは、ネルガルよこさないとゾンビを地上の人間よりも多くするぞ。と脅した。神々に拒否権はなかった。誠に恐ろしき姉妹であった。その後、ネルガルは冥界の七つの門をぶっ壊し、エレちゃんを王座から引きずり下ろした。こんなに乱暴されたにもかかわらず、エレちゃんは涙を流して、妻にしなさい、と頼んだ。結果、二人は夫婦になったのでした。見事な、ド M ぶり、を見せたエレちゃんなのでした。さて、同じく中東系の神話、伝説などに登場する英雄ギルガメッシュ。彼はなんと、死後に冥界の神になっているよ。ギルガメッシュは死が近くなると墓の造営に取り組み、エレちゃんの宮殿に供物を捧げたよ。そのおかげ、かどうかはわからないけど、ウルナンム王の死と冥界下り、では、エレシュキガルとネルガルと共に冥界の神の一人として名を連ねているよ。まあ、正確には、神、というより、王、最低者、に近い存在だったらしいけどね。そしてギルちゃんは、正義と法を司る神として、最悪をもたらす物事から人間を守ってくれる、と、古代の人々に信じられていたそうな。エレシュキガルとネルガルとギルガメッシュがいる冥界。なんかシュールだぜ。それにしてもエレちゃんのやつ。よくギルガメッシュが冥界の神になるのを許したな。きっと、エレちゃんは冥界にずっと一人ぼっちで、寂しかったんだよ。だからネルガルはもちろん、ギルちゃんが冥界に入ることを許したんだよ。信じるか信じないかはあなた次第ですが、すべての人にメリークリスマス。何言ってんか。